先日の発表で新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が延長され、自粛生活が長丁場になりそうです。いろいろあるんだな、生きているとね。僕の率直な考えであります。大相撲も夏場所中止となりましたが、皆さんもう少し頑張りましょう。前回の構えのポイントでは、構えた姿のチェックは特にしませんでした。今回は中堅剣道家に多い左足の下小足について触れたいと思います。今回も安藤先生に協力していただき、いろいろ勉強していきたいと思います。一眼二足三短四力という言葉があります。昔は2番目の二足のことを左足と言っていました。構える時は力を抜いて腰骨を立てて肩の力を抜き、脇を軽くつけてください。次に素振りについてですが、左右の手首、両肘の角度は絶対に変えずに肩関節で振り倒ります。それが自然でいい振りかぶりになります。いいですね。それでは下小足の説明をします。この指の股を4つありますけれども、これを開いていくんですね。グッと、そうすると、はい、グッとこのかかとが外を向くんです。そして手の、あの足の甲をグッと押さえるようにすると、左のかかとはあんまり浮きません。これを意識してやってください。正面を持って、ちょっと待ってください。この打ち方は右拳が低いですね。右拳は肩の高さですから、ここまで上げてください。そうすると左拳は自分の膝の高さとの高さぐらいになりますので、こういう打ち方が正しい打ち方です。構えていこうと。じゃあ正しい打ち方は始め。はい、構えてください。はい、結構です。休め。構え、はい、正面打ち5本全身交代の正面打ち、構えてください。連続に始め。皆さんはどのような素振りをしているのでしょうか。剣道の素振りは野球、ゴルフの素振りとはその性質が異なります。野球、ゴルフの素振りでは構えた時からフィニッシュまで一
挙動で行うのですが、剣道の素振りは空間で止めます。竹刀を停止させることによって手の内はもとより手首、肘関節の動作も覚えます。私たちは一瞬止めてるつもりでも、実は無意識に打突前に竹刀を減速させています。それではどのような素振りをすればいいのでしょうか。素振りも大切ですが、なるべく打ち込み台、または竹刀を打つ時の器物打ちをお勧めします。そのことによって打突時に竹刀を減速させる動作が必要なくなります。これ次に器物打ち、実際に打ってもらう打ちを行います。はい、構え、実際に打ってください。はい、剣道の教えで三殺法があります。剣道の本にも書いてありますが、気、剣、技、この三つを制すると相手に勝てると書いてありますが、僕も若い時経験したのですが、なかなかうまくできませんでした。人間は一つならできるが、同時に三つはできない。瞬間瞬時に気、剣、技を制することはできます。次回は面を打突した後の姿勢、つまり残心の取り方を勉強していきたいと思います。最後に、剣道は剣の一字が刻まれていますように、刀の関連が必要です。関連は決して皆さんを縛るものではありません。むしろ剣道を広く、そしてより深いものとしてくれます。まだまだコロナは厳しい状況が続いています。自重、自愛ください。以上。